ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト、超ブログ思考。はい、えー、こんにちはアポロです、えー。今日はですね、燃え尽き症候群についてお話していきたいと思います。まあ一人でビジネスをやってるとですね、まあこのモチベーションの管理とか。 っていうのが結構ですね、大きな課題になっている人も多いんじゃないかなと。僕自身もですね、やっぱりこう、やる気が出ない時とかあるんですけど、常にですね、こう、フルパワーで走り続けるのがいいのかというと、必ずしもそういうわけではないんですよね、まあ。いわゆるこの燃え尽き症候群というものになってしまって、完全にバーンアウトしてしまうと。これは、まあ、日本人だけに限った話じゃなくて、まあ、海外のですね、そういうポッドキャストとか聞いてると、 テーマにもバーンアウトについてのね、話が出てきたりとかするぐらい、まあ、全世界共通で、まあ、そういう起業家たちがね、抱えている問題なんですよね。で、まあ、当たり前ですけど、この燃え尽きのね、状態になってしまうと、もうそこで全てが終わってしまうということですね。じゃこの燃え尽きるという状態はどういう状態なのかというのをですね、まあ、今日はちょっと考えてみたいと思うんですけど、例えば、アスリートの人がですね、まあ、オリンピックとかでチャンピオンになったら、 なんかこう目標をね失ってもう完全に燃え尽きてしまうっていうことがあると思うんですよだからやっぱこう目標を失った時とか次に進むべき道が見えなくなった時に燃え尽きるっていうパターンもあると思うんですけどこうフルパワーで走り続けるとねその倒れるまあ燃え尽きてしまうまでが早くなってしまうんですよねまあ全てにおいてそうなんですけど常に全力で100%でってやるとその分力尽きるね ままででの時間も短くなってしまうわけですよ例えばマラソンとかでね最初から最後まで全力疾走する人はいないじゃないですかやっぱりこうペース配分を考えて最初はねあんまりこう全力で走りすぎないようにするとかってことをしないと途中でリタイアしてしまうわけですねそれはビジネスも一緒で常にね毎日 100%120% のフルパワーをね出してやっていればいいかというとそういうわけじゃないそういう人は確かにしばらくの間それで頑張れるけどもどっかでね燃え尽きてしまうわけです だから、常にね、まあ、パワーを温存しながらというか、恐らく心のパワーと、ね、言ってもいいかもしれないですけど、そういったものを温存しながら、ペース配分を考えてやっていく必要があるわけですね。ビジネスは長距離走なんで、まあ、短距離で一気に駆け抜けて終わりではないので、まあ、この常にね、燃え尽きないっていうことを意識する必要があります。例えば自分が機関車だとして、まあ、機関車ってこう、まあ、なんていうんですか、燃料を燃やして走るわけじゃないですか。で、燃料が尽きたらもう走れなくなってしまうわけですよね。 で、火を燃やすためには、まあ、その火種となるものですね、まあ火、まあ、火ですよ。火と、あと、プラス、その、まあ、燃料というかね、燃える材料になるものが必要ですね。木とか薪とか、まあ、草とか、そういうのもあるのかもしれないですけど、そういうものが必要ですよね。で、この火が燃え尽きるときっていうのはですね、この、まあ、燃料になるもの、薪とか、そういったものがな,なくなる、もしくはこう、例えば火種が小さすぎるとかっていうのもね、 まあ燃え尽きる状態だと思いますよこれまあビジネスに置き換えるとどういうことかっていうと例えば自分がサラリーマンやっててちょっと副業でね稼ぎたいなぐらいの軽い気持ちの人っていうのは火種が小さいわけですよ。なんとしても絶対にねこれのビジネスを成功させて人生を変えてやるっていうね。 全てをコミットするような人はそんな火種は小さくないんですけど別に今の生活の取り立てで困っているわけでもないとでもなんとなくお金持ちになりたいなっていう人は火種が小さいのでそもそもこう燃え上がっていかないわけですねで燃え上がっていく前にもう火が消えちゃうわけですよこう火を起こすときイメージしてもらうとわかると思うんですけど火種が小さいとすぐ消えるじゃないですかだから一旦こうボーッと、ね、燃やさないといけないわけですけど だからやっぱりある程度のねそこにまあ意気込みというかねコミットメントみたいなのも必要になるわけですけどそのコミットメントが小さいイコールこの火種が小さいってことになるんで全然燃え上がっていかないということですねでも逆にその一旦バーッと燃え上がってもですね常にこうね、えー、自分の持ってるその燃料ですね薪とかそういうものを常にこうまあ くべていって、そこに例えばもっと燃えろって言って、例えば油をね。入れたりとかこう夫婦空気をね酸素を入れて燃や。ああて燃やしたらまあ、燃料が尽きるまでも早いと思うんですよ。すぐに薪がなくなってしまって、もう完全に燃料切れで、いつか火が消えてしまうってことになると思うんですね。だ。これがいわゆるその燃え尽き症候群っていう状態ですよ。すごく一生懸命頑張ってね。フルパワーで走り続けてるけども。結局途中で燃料切れを起こして。 もうう続けられなくなくるということいこですねで多くの場合、この燃料になるものっていうのは、まあ、自分の原動力みたいなものなんですね。例えば、一番分かりやすいのがお金です。だから、お金が稼げていれば、それが原動力となる人が多いので、走り続けられるわけです。ほとんどの人が続かないっていうのは、一生懸命行動してるのに、それに対する見返りがないからですね。全然稼げなななないいいじじゃかかこれみたいな感じになるから 結局、続けてられない。要するに、そのお金っていう原動力、いわゆる薪ですよね。これが尽きてしまう。全然入ってこないから、今、手持ちの持ってるこのモチベーションだけで走ろうとするけど、それも長くは続かないということですね。なんで、この薪っていうのは、まあ、いろんなパターンを持っておいた方がいいんですね。お金だけじゃなくて、成長とか、貢献とかもそうだと思うんですよ。自分が成長してるっていうふうに考えて、それがすごくワクワクする人っていうのは、仮に、まあ、お金が稼げなかったとしてもね、続けられると思うし。 誰かの役に立っているっていうところに喜びを感じる人っていうのは単純にその金銭のね収入とかそういうところだけで判断しないので他人の役に立つのがすごく嬉しいっていう人はそれが楽しいわけだから頑張って続けられるということですなのでまあ一つのそういう価値観しか持ってないとやっぱ苦しくなっちゃうわけですね稼げないって特に大抵の場合はお金ですけど例えばこの情報発信もねみんなこう人の役に立ちたいって言ってるわけじゃないですか表向きはね うん、でも、本当にそうなのかって話なんですよ。人の役に立ちたいんだったら、分こう続けられると思うんですよ。だって発信するだけで喜んでくれる人がいるわけだから、役に立ってるわけじゃないですか、そこにモチベーションがあるんだったら。でも、なんでそうやってね、続かないのかっていうと、まあ、結局のところ、お金で考えてるからですね、お金が入ってこない、もう,もうやってらんないってなるわけです。うん、だから、表向きは人の役に立ちたいですと言っておきながら、結局、最初のところはまあ自分のお金のことしか考えてないと。 まあちょっとそれは極論かもしれないですけどまあお金がメインのねモチベーションになってしまっているから続かないということですもちろんお金も大事なんでそれを全く考えな考える必要はないですよっていうことではないんですけどそれだけじゃなくて、まあ、いろんなそういうモチベーションとかね自分の原動力となるようなものを作っていくということですなので最初からフルパワーで走り続ける常に100%の力で毎日頑張るっていうのは まあそのマラソン最初から全力疾走するようなもんなんでやっぱ続かないわけですよねだからまあ少しずつこうじわじわと燃やしていくみたいなイメージですそしてその自分の原動力となるものをまあ常にこう意識してやっていくとまあ薪が尽きることがないわけですよいきなり薪ね例えば100本持ってて100本全部バーンって入れちゃうともう燃え尽きちゃうわけですよじゃないですかでもこうやって一本一本こうね、えー、薪の何ていうんですかあそこのとこにもうくべていった時に ねえー、常にこう新しいのが補充されていったら、尽きることないと思うんですよ。でこう補充していくみたいなイメージですよね。で時には強く燃え上がりたいときは、まあ、こう酸素をね、えー、中に入れたり、夫婦ねこう、機関車とかでも夫婦してるか分かんないですけど、なんかこう空気入れたりするじゃないですか。とか、まあえー、油を入れたりとかね、やると思うんですけど、まあ、そういうのが、例えば心の栄養だったりするわけですよ。まあ、自分へのご褒美とかね、そういうのが1個のやる気につながったりしますよね。ちょっっとすごごく頑張たたから今日は自分にご褒美あげようななみたいな ちょっと今日は一日ゆっくり休もうかなとかって、それがまたすごい原動力になって、翌日以降、めちゃくちゃ頑張れるみたいな状態になるんで、常にまあ自分を管理しながら、燃え尽きないっていうのは一番大事なんで、燃え尽きちゃうともう火ってね、もうそこからまあ起こらないじゃないですか。でもちょっとでも火が残ってたら、そこにまたね、燃料を入れていけばまた燃えることができるんですよ。だからバーンアウトしてしまうっていうのは、要するにまあ、火種の小さいか、もしくはその燃料がなくなってしまうかどっちかなんですね。 でアスリートの場合っていうのはこの燃料っていうのがその自分の目標だったわけですよ。世界一になるみたいな。で、それを達成してしまったから、もうそれ以上の燃料がないわけですね。どこを目指せばいいのかわからないっていうので燃え尽きてしまうみたいなことになるわけですね。なので、まあ、そのあたりのね、えー、どういうものが自分にとって燃料になってるのかっていうのも考えないといけないし、でずっとやってるとその燃費が良くなってくるんですね。今までは1本の、例えば薪で10分しか燃えなかったのが1本の滝で、 巻きで20分30分と燃えるようになってくるからそんなに頑張んなくてもこう火が消えることがなくなるんですねやっぱ最初のうちってのは火を起こすって最初が一番大変じゃないですかある程度燃えるようになるまで,で燃えるようになったあとはちょっとこうねえまあ追加するだけで燃えるんですけど一番この火を起こすまでがすごく大変なんでまあその火が起こらない段階でやめちゃう人もたくさんいるんですけどそこまでいかに頑張れるかどうかですねあとはまああんまりこう急がずに バーって燃え上がったら全部持ってる薪をそこに、ね、入れるんじゃなくて、1本ずつこう入れていくみたいなイメージですよね。まあ、そうするとね、あのまあ、ずっと続けることはできると思うんで、本当は頑張った方がいいって思ってるかもしれないですけど、頑張りすぎないってことですね。頑張りすぎて自分の限界を超えてしまうと、バーンアウトしてしまうので、まあ、それは本当にね、一、まあ、人企業家、まあ、誰か管理してくれるんだったら、その辺もうまくいくと思うんですけど、一人の場合ってそれがなかなか管理できないので。 燃え尽きてしまって、もう続けられないというふうになってしまうと,いうことで。